はい、読書シリーズでございますね。新幻魔大戦17巻ですね。で、18巻で終了なんですけど、はい、まあその後ですね、また、電子本ですね。電子本に続いてる、それはですね、私読んでないんですよね。はい、またね、平井和正先生ですね、本をですね、あれ途中でちょっと返しちゃったね。なんかね、もうなんか忙しい、暇なのに忙しいっていう、暇なのに忙しい、今日もこう出かけちゃうんですね。ストリートビューに出かけるとね、いっぱい動画撮ってきてですね、そのタイトルを入れるのに本当にね、もう歩いて近かった。 なぜかね、だいぶね、再生リストとかね、整理されてきましたけどね。はい、まあ再生リストどんどん増えてるんでね、いくつあるのかね今ね。はい、300ぐらいあるのかな、400ぐらい、500は行ってないから、はい、はい、そういうことでね、まあいろんな、もう曲で、同じ曲何回も弾くのでね、それで再生リストを作ってますね。はい、メルム・クワールっていうね、登場人物がね、出てくるわけですね。そして、まあ、コンプレックスを、持ってるわけですね。はい、そういう話がね、ちょっとあまり言えないでね、新幻魔大戦17巻、はい、読んでください。はい、それとソル王女のですね、この戦いと言いますかね、そしてですね、このソル王女のようにですね、まあ女性はね、生きてほしいなと、思うわけなんですね。まあね、このおバカ十次元存在の私、はですね、もう結構ね、ソル王女に近い存在になってますけどね。はい、まあソル王女だけじゃね、わかんないけどね。これはですね、平井文学をね、もう全部読まないとですね、理解できないと思いますんでね。はい。はい。平井ストっていう言葉がね、ありますからね。はい、結構多いですね。日本国民ね、相当います。はい、そういうことですね。はい、このぐらいにしときましょうかね。はい、まあ、前回もね、なんですか、ギリグリオってすごいよね。これ、強烈ですよね、名前がね。このギリグリオが好きなんですよ。このいい、ギリグリオっていうね、名前がいいですね。はい、私もなんか使いたいぐらいですね。はい。はい。はい。では、はい。どうもすいませんでした。何の中身もないですけどね。はい。それはね、まずね、幻魔大戦ね、角川文庫20巻ね。これを読まないといけないですね。まあ、あとね、2話ずつ入ってる、あれはなんか、新しく出てるやつね、図書館にあると思いますね。はい。お金いっぱい持ってる人はね、買ってくださいね。はい。電子本もありますからね。電子本ってどうなん？電子本って買ったことないんですけどね。前は、なんかね、変な情報商材ね、一回買ったことあるんですけどね。結局ね、その電子のやつってね、データね、取っとかないからね、消しちゃったからね。まあ、前の古いパソコンにはね、どっかに入ってたかもしれないけど、もうね。だから、やっぱりね、紙の本がいいですよ。紙の本で出てほしいな、平井和正先生の全部ね。はい、はい、どうもすいません、失礼します。